え皆さん、こんにちは。えー、と本日の動画では、マイクロソフトサーフェ c スラップトップ3のです、ねえー、SSD の取り外し方について動画を使って解説をさせていただきたいと思います。まず、はじめに、えー、今日使う工具なんですけれども、まずこのマットですね。マットは静電気、えー、と防止をするマットになります。でこの緑のマットもです、ね、実際、えー デバイスを開けた時に、えっときにバッテリーを保護しないといけないのでバッテリーのところにあの静電気が帯びないようにするためのマットですねあと、えー、静電気を防止するための,あの手首につける、えー、工具ですとかあそういった静電気防止グッズを用意していますであと実際デバイスを開けていくときに裏のゴム等を外さないといけないのでこういった、えー 洗濯が細くなっているスパジャーツールと呼ばれているものですとかで次にドライバーの方なんですけれどもドライバーの方はネジが特殊なのでトルクスドライバーを用意をしています。 であと、実際、蓋を開けてです、ね、SSD を取った後に戻していただいてその際にラップトップスリーの裏のゴムですとかそういったものを元に戻すためのゴムのパーツですね。これらはマイクロソフトの方の法人市場ではパーツとして売っていますのでこういった裏側のゴムですとかネジというものも用意をしていますで。ゴムをしっかりと両面テープを止めるためのこういった 挟む機器ですねこういいいったたもものも用意をさせていただいてだますでこれらを使ってですねこれから、えー、実際、ラプトップ3の15インチのデバイスを使って SSD をですね外していきたいなというふうに思います。で、今日の手順はあの後ほどご紹介しますけれども、えー、弊社のマイクロソフトの方からですねリリースしている取り外し手順書 もございますのでそちらも合わせて見ながらですねこの動画を見ていただければなと思いますでまず最初に、えー、とこのラップトップ3の底面にある、えー、この4か所のです、ね、ゴムを外していく形になりますでこの時に先ほどちょっとご紹介をしたスパジャーツール、まあ、先端の非常に細いものですね、えー、こちらを使っていきますあの両面テープであのついている形なのでちょっと力を入れて 外していただく感じになるんですけれども、えー、先端の尖ったものを使って、えー、この4つを外していただきます、うん、こういう感じですねよいし,よいし、えー、ごまを外すと、えゴム足を外すとそれぞれの箇所にですね 両面テープが少し残ることがありますでその場合にはあのアルコール IPA ですねを使っていただいて少し掃除していただくような形で、えー、この粘り気をですね取っていただければと思いますで次の工程としては、えー、とネジを外していく工程になりますで、えー、ちょっと特殊なあのネジになっているので、えー、トルクスドライバーを使って外していきたいと思います外していきます でえっと、後ろネジはあのちょっとお中に入っているので、えー、デバイスを裏返すなどして、えー、外していただければと思いますいいと続いて、えー、キーボード側をです、ね、の蓋を外していきたいと思いますでデバイスをお元の状態に表にです、ね、返していただいてで、えー、ディスプレイ側を開きます でえっと、こちら、えー、ラップトップの15インチですので、ラップトップ3の15インチですので、えー、キーボードの周りが、えー、とメタルの素材になってます。えー、周りにです、ね、磁石がついているような形になっています。ですので、えー、ともう,こうネジ止まってないんですけど、まだ少しあの保持されている形ですね。で、えー、このディスプレイ側にプラスチックになっている部分があるので、えー、とこちらにちょっと指をかけていただいて、えー、ディスプレイ側を上げてですね、その後、えー、逆。 キーボードの手元側をですね、上げていただく形、こういう感じで開いていきます。で、今ここで止めているのは、この裏にですね、えっと、フラットケーブルがついているので、えっと、フラットケーブルのコネクタを外さないといけないので、まずこのぐらいの位置まで上げていただいて、フラットケーブルを外す形になります、えー。キーボードから本体に対してフラットケーブルがつながっているので、えー、っとそれを外していきます。 でえー、フラットケーブルがずれると,、えー、とキーボードを外せますのでこのままキーボードを外していただく形になりますで、えー、とそうするとです、ね、この部分あのバッテリーが露出しますので、えー、バッテリーのほうにです、ねまあ、静電気が飛ばないように、えー、保護シートを置いてください でそうすると、このデバイスの左側ですね、今でいうと私の手前側ですけれども、この位置に SSD が見えるような形になります。SSD を確認いただくと、手前側にまたネジがついていますので、こちら、同じようにトルクスドライバーで外していく形になります。 でえー、こちらのネジを外していただくと、まあ、SSD が少し浮いた状態手前が浮いた状態になりますので、えー、とこれをこのまま引き抜いていただくと SSD がまあ抜ける形になりますで SSD を、まあ、保存いただいてですね、まあ、このちらのデータをー組織の中にです、ね、残していただくことができる形になりますので、えー、と実際故障したデバイス、まあ、SSD を取り外したデバイスは えとこのままあ蓋を閉じてですね、えー、変装していただく形になりますでふた、えー、をする工程は先ほどと逆の工程なので斜めの状態で、えー、フラットケーブルつけるのは本当に簡単なのでつけていただいてその後蓋を閉じていただきます繰り返しになりますけれどもマグネットになっていますのでずれ、えーま、さえなくせば このような形で、えー、とキーボードはー蓋を閉められますのでこういった形になりますではこのあとネジを止めていきたいと思います、えー、とデバイスを裏返しにして、えー、4箇所ネジを止めますけれども、えー、とネジは、えーまあ、再利用することもできますが少しあの緩くなる可能性がありますので別売で、えー、とネジを販売しておりますのでそちらを使っていただきます、えー、今 で、えっと、ネジの種類は全部一緒ですので、えー、それぞれ後ろと前ですね、えー、止めていただく形になります 4箇所ネジを止めたので次はこの4箇所にですねゴムをつけていただく形になりますで先ほどゴムを取りましたけれどもこれもやはり再利用できないので別売でゴムが用意されていますでこのゴムは2種類ゴム足はですねありまして前足用と後ろ足用とありますのでそれぞれ間違えないでつけていただく形になります。 えっと、後ろ足用のものはですね、えー、このゴム足のところがは、ま、真ん中に一箇所突起があるものですね、になります。で、こちらを台座から外して、台紙から外していただいて、えー、このまますぐ、えー、入れていただく形です。で、次に前側の足ですけれども、お前側の足はですね、こちら見ていただいて分かる通りえっり、と、爪が、えー、3つございます。でえー、実際 で本体の方も見ていただくと分かるんですけど3つあの爪が入るところがありますのでそれに合わせていただく形になります、まあ、手前側にあの爪が来ない形ですね、えっと、同じように台紙から外していただいて、えっと、方向を間違えないようにですねこういった形でつけていただく形になりますあと残り2つですね、えー、後ろは前ともにつけていきたいと思います、えっと、台紙から外してて、えー、後ろ足足のの方方もつけて前足の方は、えっと、爪が ありますので、これででで注意しながらつけていただく形ですでこれ4箇所しっかり止めていただいて場合によってはこういったクランプを使っていただいてですねデバイスをこの足の部分ですねこういう感じで挟んでいただいてしばらく保持していただくなどでしっかりと粘着するようにしてください。 ここままでが一連の手順になります今ご覧いただいたように精密機器であることとまた細かな作業が多いというのもありますのでこの SSD を外していただく作業というのは組織の中のですね技術者さんにやっていただくような形になりますで繰り返しになりますけれども手順書の方をマイクロソフトのウェブサイトの方からダウンロードできるようになっておりますのでそち,らを合わせそちらも併せてですねご確認いただきながらこの SSD の取り外しをやっていただき なという,ふうに思っております昨今セキュリティを気にされる組織の方々多くなってきていると思いますのでデバイスを返却する際こういった破棄する際などに SSD を外せるというのはセキュリティ上一つ大きなメリットになると思いますのでぜひこういった部分も Surface の一メリットとして感じていただければなというふうに思います。 以上で取り外しの動画を終わらさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。